こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、少し曇りがちが残念、プアラニエステイツ、コナの中心の、高台の、人気の住宅街のさらに登ったところにあります。こちらの邸宅でございます。プール付きです。大きなガレージですね。プール付きの、3ベッド2バス、2016年築なのでかなり築浅めですね。こちらをご紹介しようと思います。ちょっと見ていきましょう。はい、こちら入り口のところのこのランドスケーピング、造園がもうプロの仕事ですね。こんな感じで非常に素敵なトロピカルガーデンでございます。でね、ここにこんなちょっとミニ滝がチロチロとあって、この独立したガレージがここにあるんですけど、これの良さってこうなんかガレージの開け閉めの音とかが響かないことかな。でね、ちょっと外から行きましょう。プールなんですよ。プールとね、このオーシャンビュー、これ素晴らしいですね。このビューですよ、絶景。プールの横にアウトサイドシャワーを発見したんですが、こういう細かいところがね、すごくなんか素敵ですね。バスルームにアクセスできるようになってるんですが、ここにシャワーもあるんですね。こんな感じで、でプール、すごい素敵です。このタイルというかコンクリートというか、これもね非常にこうスタイリッシュな感じなんですよね。さっきね、車で運転してたら雨まで降ってきたんですよね。ちょっと珍しいんですけど、こんな感じで今プールの端っこまで来ました。落ちないようにしないといけません。土地はね、およそ500と50坪ございます。建物は3ベッド2バスで、およそ187平米です。このような感じですね。このお庭の感じがもう本当にたまらないですね。ここ高台沿いに、ハイウェイからベルトロードからプアラニエステーツを登ってきて、プアラニを過ぎてさらに高台にあるので気候もいいんですよね。風通しもすごく良くて、こんな感じでもうビューは抜群ですね。コナの海岸線が一望できるような感じでございます。いやー素晴らしい。ちょっと建物の中見ていきましょうか。はい、こちらが玄関でございます。ステージングではないそうですよ。オーナー様ご在住だそうです。このお部屋のポストが本当に、この支柱すごい素敵です。ラグジュアリーな感じですよね。こういう細かいところ、竹のこの模様がこんな感じで入ってるんですね。ラグジュアリーでございます。はい、入り口玄関入ってくると非常にかっこいい、このコンクリートというかタイルというか、こんな感じですね。ずっとこの床すごい素敵です。掃除が楽そうですね。でこのようにリビングでございます。天井がやっぱり少し高くなってます。あちらが今入ってきた玄関で、こちらがダイニング。かっこいいですね、このファン。こんなの初めて見ました。すごい素敵。リビングダイニングでございます。そしてね、今この閉められるようになってるんですが、開いてるんですよね。非常にオープンになってます。今のダイニングエリアから
見えます、あの窓ガーッとこう閉められるんですけれども、このように一面のオーシャンビューでございます。キッチンとこちらがリビングですね。反対側、非常にセンスの良い重厚感もある。あ、ウクレレ発見、いいやつだ。はい、失礼しました。ちょっとキッチン見ていきましょうか。非常に綺麗ですね。2016年築です。このようにカウンターがあって、ちょっと高いですね。背がめっちゃ高い、私のあの胸ぐらいあります。うわ、綺麗な大理石のカウンタートップですよ。これ多分ソフトじゃないかな。本当引き出しのこだわりなんかどうでもいいんですけどね。でもなんかちょっとやめられないというかはい、すっごい高いです。天井高いですね。このような感じでものすごい綺麗です。食洗機とこの重たいだろうな、この大理石。非常にこのね、厚みのある美しい大理石のカウンタートップです。キャビネット類が天井まで続いているので、なんか脚立みたいなのないとダメって感じですね。大型の冷蔵庫とダブルオーブンです。ちょっとあれはついてないですけれどもね。で、真ん中にこちらアイランドとキッチンになっていて、IH のこちらコンロでございます。はい、とっても美しいキッチンからリビング、そしてオーシャンビュー、このような感じでございます。ちょっとキッチンの横にね、またこんなキッチンみたいのがあるんですよね。何かと思ったらランドリーみたいですわ。これゴージャスなカウンタートップ、すごいですね。あと木材も非常に贅沢な良いものを使われているようです。温水器がなんかちょっとむき出しなのかんって感じですけど、大型の、洗濯機と乾燥機、この閉められるドアがいい感じですね。ドアがちょっとかっこいいですね、これね、こういう。はい、今のキッチンからあの右手がランドリールームでございました。で、このようにリビングがあって、ちょっとベッドルームの方を見ていきましょう。床はずっとこのタイル張りですね、コンクリートというか。うわー、すごい。家具付きではないんですが、大物の家具はですね、交渉可能だそうです。いや、ビューが素晴らしい。このオーシャンビューです、見事ですね。どのお部屋もファンがおしゃれですね。あとクローゼットのドアも非常にゴージャスでございます。左手が今来たキッチンで、このドアがみんな重厚感ありますね。こちらが一つ目のバスルーム。うわ、すごい綺麗です。いずれも非常に美しい、この大理石のカウンタートップと、多分これもそうだろう、そうだと思いました。バスタブもついてございます。ドアが非常に重厚感があって素敵ですね。背が高いです。今のバスルームの横に、ここもかなりたっぷりとした収納で、その横に、2つ目のベッドルームですね。見ていきましょう。はい、このおしゃれなファンですね。オフィスのように使ってますね。で、引っ張り出せるベッドだと思います。この作り付けのクローゼットの扉が非常に重厚感があって、ラグジュアリーな感じがします。
こちらも静かですね。ピースフルです。ちょっと待って、素敵なギター発見。え、これ私同じの持ってますよ。テイラーの、あ、ちょっと違うな。あ、GS ミニですね。ハワイアンコアじゃないかな。多分同じだと思います。いいギターです。高いですよ。あの奥が今2つベッドルームあったんですけれど、今リビングキッチンに戻ってきて、玄関の反対側、こちら側にもう一つあるんじゃないかな。おっと、バスルームだ。今入ってきたドアがあそこで、ここにクローゼットが、ただでさえドアってあるのに、ここに大きな扉があって、すごいウォークインクローゼットです。私ここに寝れますね。すごい空間、3畳ぐらいありそうです。ずっと床このタイルですね。はい、そして今の手前のバスルームです。こちらが多分メインのバスルームではないでしょうか。ダブルシンクですね。このなんかコッパーみたいな感じな、これもなんかおしゃれですね。ものすごい綺麗です。で、こちらは何でしょう。多分トイレかな。トイレですね。すっごいシンプル。そしてその横に、非常にゆったりとしたバスルーム。大きなバスタブもついてます。これ気持ちよさそうです。円形で、楕円形な。めちゃくちゃ広いウォークインシャワーです。で、このウォークインシャワーが先ほどのアウトサイドシャワープールに続いてるんですね。このような感じ。今入ってきたところと左手が今のバスルームで、こちらが最後の3つ目のベッドルーム。おそらくこちらがメインのベッドルームでしょう。かなりの広さがございます。プールビュー&オーシャンビューですね。各部屋にあのように日本式にセントラルではなくて個別のエアコンになっています。天井がおしゃれですね。ファンもおしゃれです。こちらが3つ目のベッドルームでございます。床はずっとあのタイルですね。コンクリート調。とても綺麗です。はい、今ベッドルームの最後のベッドルームの、ラナイのところ、出てきたところです。こちらの戸建てはですね、3ベッドと2バス、コナの海岸線が見事に一望できます。素晴らしいオーシャンビュー。そしてこちらのこのプール付きです。ちょっとね、あいにくの曇り空が残念なんですが、土地はですね、およそ500棟50坪ございます。建物は3ベッド2バスでおよそ187平米。とってもラグジュアリーな作りでございます。最近ね、このすぐお隣の家も、ご紹介してるんですよね。もうすでに買い手がついてるんですが、そのリンクもちょっと探して載せておきますね。概要欄にでも入れておきます。こちらの戸建てはですね、1.975 ミリオン日本円でおよそ2億と6000万円での販売です。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ハワイ島コナからお届けいたしました。ではでは皆様、良い一日をお過ごしください。